もうあかんな、うん、もうあかん、もうあかんです、もうなんかあかんねん、もう終わりかもしれん <laughs> も、言葉が出ないです、<laughs> <う>ちょっといろいろもう煮詰まってきます、煮詰まるっていうか、うん、あれね、ダメになって最、最初単勝大会差し掛かってきましたね、一 <laughs> 月まわす一月まわすもそろそろ終わりが近づいてきたかなって。<laughs> なんかさ、いやー、これ、自民党勝つやろ、どうせ。ああ、岸田党君出しても勝つと思うよ、やっぱり。うん、であれを出した瞬間にもう支持率がね、4分の1ぐらいになってしまうとかでないと。いかんねえけど、うん、関係ないやろからな。岸田党君すごいよな、これ。<laughs> 岸田党君、もうこれのせいで元気なくしたわ。っ とな終わってるよ。完膚なきまでにで、これで自民党勝つわけですから、うん、もうこの路線やね、日本は、うんあ。ということはもう終わりましたよね。うんうん、で、日本が終わるんだったらですね。お<ー>もう、なんていうか、私が貯めるべきは、これです。玄米で。玄米。<laughs> <laughs> 一生分食べようかも一生分。パックの玄米、一生分は無理。腐る。<laughs> あの私はこれから毎晩、あのこの玄米を代金で寝ます。大丈夫。俺は最悪になっても死なない。ガシはしないって。こうやってもう。ベッドの、ベッドのな、なベッド、それでベッドを作る。いや、それは硬い。玄米を敷き詰めてベッドを作って、その上にあのクッション置いて寝る。硬いベッドやな。<laughs> いま、クッション置くから大、うん、<laughs> ええー、今日買った、えー、玄米は富山県産コシヒカリ。単純にあの一番早く届くのを選んだだけなんですけどね、私は。ああ、なんか。この状況で。自民党勝つわけでしょはい。で、日本の経済は、えー、どんどん。<laughs> はい、沈んでいくわけでしょ。でもね、のあの未来はですね、おうわ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 ってう感じなんですけど、あのー、あれでも他の歌詞は世界がウライムイエイエイ,エイ,エイエイとかなんじゃないですか。<laughs> いいよもうそんな話 <laughs> すごい歌ったやな今思えば。<laughs> 誰がウライムか。<laughs> もう誰もウライムまあ、やばい。それで今ですね、あの日本は沈んでいくんですけど。うん これは読者番組の危機なんですよはいそゃそうですよだってさそんな貧しくなっていって貧富の格差が拡大していくときにですようん,んな本なんか読むか誰も、うん、しかもね高い金払って読むとかないよいやーなんでもうあのまずえ大、ー、衆が望んでいることは大きく2つあるんですはい一 わかりやすい自民党のスキャンダル。2>, うん、2、日本すごい日本すごい国、偉い国、世界で一つの神の国。うっていう感じです、す <laughs> でこの2つ、あのー、なんかいや、いや、しゃべるけどさ、うん、しゃべってて、なんかさ、あるその先に未来が。うん、ない。 ないね。ないなよ。なんかそう考えると最近すごく死にたくなってきた。いやー、もう人生から、前からもう人生終わりたくなってきた。それはまあ前からですよ。うん、<laughs> 大丈夫、大丈夫。今で始まったこと、うん。なんかより強くなってきた。<laughs> それは危険や、うんいや前自転車、前、大丈夫大丈夫自転車乗ってすっ転んだときに、これで車に引かれたら俺一月万冊休めるし、人生も休めると思った。<laughs> もうあかんな。 あああかかかんんんそれはあかん手応えのある仕事じゃない最近だってみんな怖くないんかな今さまあよく言う私のた例えですけどあの海でバーベキューやってるんですよ天気いいなってうん、うん、でなんか揺れたなグラ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 って「あなんか波引いてったな肉余ってるから食べよもぐもぐ、うん、もぐもぐみたいな」 うんうん、でえ「波ひ、えー、って津波来るよ」ってこう言っても「ちょっと肉残ってるんやからやめて」みたいなうんなんかそういう感じねうん辛いねー。あ<ー>これは意外に大丈夫だったりしないのかなえ意外に大丈夫だったりする可能性はないんですけど。いや意外に別になんか全部が終わるわけじゃないよ。ううん、うん全部が終わるわけじゃないけど。 どのらい終わるののか貧富格差はすごく広がといや、それはそうでしょ。ひどいでしょ。で、貧富の格差は広がって、で、何が起こるかっていうとですね、あの自己責任社会がやってきます。しかも、だからその前に、だからあの BA4 と5がやってくるじゃないですか。まあ、それはまた別に取りましょう。いや、だから取りましだけど、それがどんなのその進かはさ、はっきりしてるのに、はい、もうマスク取ってみたいな。 な感じ,じどういうことなんていうそこ、うん、ういうことなんですかということなんやろうね。<laughs> 意味がわからない。なのよ。<ー>で生き残りをかけて手応えのあ俺この仕事やってて自分の人生が発展していってる生き残れる大丈夫だっていうこの手応えのある仕事っていうのを考えた時にですね、うん うんうん、あの今やるべきはですねはい次の投資先を探すことですようん決してなんかユーチューバーとしてですねこうやってなんか毎日配信してることなのかっていうふうにねすごい自問自答が起きるわけです常にでそうなった時にさ、うん、うんうん、さやっぱりこれじゃない感が毎日あってさはいはいそれでまず 実はもうこれじゃないかを一年ぐらい感じながらやってるんですけど。うん,う,んうん、まあ、すごいなって思うんですよ。よくやるわっていう。<laughs> ま雪がかり上。<laughs> いや、まあ、やめたらみんな困るしなあみたいな。こうああ、それきついね。うん、最初は巻き込んでたのに一生懸命。そうなのよ。ああ<ー>。なんかちょっと作り方間違えたね。<laughs> <laughs> まあ、でも、あの、とはいえ。 この今ある一月漫殺をにを見たい人たちもいるので、はいこれを残しつつ、最近ちょっと試してるんですけど、本間さんとかコンさんが一人で撮る動画とか、うん、そうね、はいはいはあの安冨さんがこの前長谷川ウィコさんと撮った動画とか、うん、こういうのを増やしていこうと、うんえー、いうふうにまあそのプラットフォームを本使うのは大変ありがたいですね。そういうふうな感じで、で私はもう。 あもう、所詮はあの私、えっ、ー、と弁当の端っこについてる漬物なんで消えていきます。あってもな。みたいな感じをこう狙っているんですよ、実は今。無理やろな。それを狙ってるんですよ。えー、無理なのもう今、それを希望にして頑張ってるから、無理とか言わといて。<laughs> いや、千<お>日開放三3000日あるみたいなことをしといて。いや、えー、っと、もうちょっとでツイッター t に 1,、千日開動画千日い放業中って書いてるんですけど。 えー、えっとですね。何日なんですかあのー、去年の、去年のね、毎日投稿しだしたのって2月ぐらいからなんですよ。1月とか2月とかなんで、去年じゃない、2年前の。<ー>だから、1000日というと、ざっくり33か<し>3ヶ月ぐらいか。33、4か月なんで、<ー>えそれでいくとですね、 えー、10か月後ぐらいだから今年の12月です今年の月の戦日解放を達成ってところでやめようか、うん、もうそこでそのもう本当にあのプラットフォームとしてフェードアウトうんそこまでだからなそこまでに次の段階に移行してなって今それの最中として実験的に 皆さんが動画を自由にアップすだって俺書いてるもん自分のツイッターに「動画千日開放業中」って <laughs> 書いてるよ「動画千日開放で動画千日投稿挑戦中」って書いてあるはい千日達成はだから今年の末ぐらいかうん、うん、もうちょっとや、うん、よーくここまで頑張った <laughs> よーくここまで頑張った <laughs> しかも1日1本ちゃうからね <laughs> まあ4本だと少ないねっていう感じで<ー>、うん、8本ぐらいあげてるうん8本の時もあるし最近は減って6本から7本かなっていう <laughs> あっで続けられるんそれえっ <laughs> すごいねなんで続けられるかうん根性ですか、ね、うん逆に やめる、ね、いや決めたことは続けるもんじゃないですか。ええー。っていう感覚なんですよ。石の上にも三3年ってやつですね。いやまあ石の上に3年っていうか自分でここで決めるって決めた以上3年1 0 0日はやろうって決めたわけだから。はいはいはい。ってことはやらんと。う例えば日以内に、うん ワニが起こしたいですね。あの百日以内に死ぬワニっていう漫画あったじゃないですか。あだかって千日以来に変わる人付きまつ。千日が今から変わるのは今からもうあとは三百日やな。えいや三百日もないよろ。あとかそこ百日やろ。うん。え？じゃ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 えっと二月からの十ヶ月後だと二千二十二年の十二月に終了なんです。あなるほどそうかそうか。えっとじゃ十二月で終わることにしたら。うん。六七八九十 月いや、あの、もう5月もだいぶ下なんで、6から6から六から六から7か月、まあ6か月。6、7か月ですね。あと半年。あと半年で。うんこの小さな家の運動が、うん新しいものを生み出す以外にですね、ひとつき万冊がこのまま残る道はないですね。 このままっていうかあのこのままっていうか清水ズ優子になえなくなるよみんな,みい,な <laughs> い,やいやまあ会えなくてもいっちゃないとダメだろ <laughs> ダメみたいですよ俺じゃなくてもいちゃだいの <laughs> ダメみたいですよ, <laughs> ですよおかしいなもうねアンケート取ったら清水ズ優子無くてもいいとかうんじゃあそれ1パーセントでもなくてもいってたら俺すねてやめてやるわ <laughs> 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 じゃあやめるしつって <laughs> 俺小原し <laughs> いやでもねこれ経営者としての挑戦なんですよ。うん。あの自分がこううおーってやった時はデーンって伸びてああまあ飽きたってなったらパーンって下がるっていうのいつもパターンなのね。あいけませんね。これよくないじゃん。これ私が最初にサラリーマンで入った会社もさうん、うん、すごいダメな会社であの売り上げ600万円年間、うん、営業利益マイナス2000万円赤字で、えー、私が。 23歳の時にあの学生なのに連帯保証人の犯行を押するというですねうん、うん、そういう会社をこうこういう大きい会社を私は自分で大きくうあこういうダメな会社を大きい会社にできたらいい会社にできたら俺は起業しても大丈夫だと思ったんですよ、うん、で4年間うわーって頑張ってですねもうちっちゃい会社赤字の会社が利益数千万円出る会社に生まれ変わってやめた うん、潰れた <laughs> がよくないあの時からの課題なんですこれ清水裕子27歳ぐらいからの要するに私が走ってる最中は結果が出るけど抜けてしまったらダメになるなるほどこれダメなんですよよくないねだから今経営者としてひとつ万冊がこうスーッとフェードアウトこうそうねして私が私がフェードアウトしていっても ちゃんとプラットフォームとしては残ってるじゃないかと。それでないとね、企業家と言えません。企業家と言えないよ、うん。それじゃ、また大道芸人で。もう、で、まあ、大道芸人でも食っていけるんだけどさ、<laughs> 別に。さてから、あ、まあ、あ、あ、あ <laughs>、あ <laughs> <laughs>。

それでは経営者じゃないですね。経営者じゃないんですよ。それだと天才的の <laughs> あの天才的あのおっちゃんからの脱却が必要なんですよ。<laughs> で、私ももう <laughs> 敵才あのおっちゃんは飽きてきたのよもう。<laughs> だから最近は一、はい、月満冊で、えー、みんなが活躍。そうですね。その場に<で>場として開かれていかないですか。そう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 そそれにはやっぱりその場を場としてして開くのではなくてです、ね。 その個人が場としてて開かれいつながりのこうエネルギーを発してですねあさあここに清水優子がいるとそう歌人が勝手につながって動き始めるみたい、うん、そ,にやらなそれはかなり構造ですねいやそして私すごい気難しいからさ基本的にあんまりこう清水さんのそばによって頑張ろうみたいなねそういう感じじゃない。 でですすよね昔も違うそっから脱却が必要なんですよね。でも研究とかはさ、うん、その私がいなくなっても研究が進むって言ったら無理やね,理やね <laughs> そんなん考えたこともないけどさ、うん、私みたいな、まあ、せめて似たようなことをやるような人間を育てたいって一瞬思ったけど大失敗をこいた。うん。あ無理やったらなみたいな。 なんでね、この場の提供。で残っていって、できた時間で、新しい挑戦をする。そうですね。うん、自分で自転車こぎ続けたらね。あの、じ、ほ。別の自転車こぎたいんですよ、私は。<laughs> そ,うそ,うそうそう。ペット自転車こぎたいんですよ。ねえ、うん。いや、絶対、別の自転車こいだ方が。 うまくいくっていう確信もあるんですよ、えーうん、でそれがやすとみさんとか、えー、皆さんにとってもプラスになるっていう確信があるんですよ、うん、あるんだけどね、うん、なんかこうもわっとしてるから終わっとしてますねうん。 で、今で何をしましかね、これね。だ、まま、からね、今までのパターンは、あいあい、明日からやめますっていうふうに言って。うう、新しいこと始めた。わどっかあい、高いよ、高いよ、どうだ、どうだ、って言って、またバーンってなって。あ、来 <laughs> た、あ、来た。あ、こうなって、すごいね。これのを繰り返し。これそれをウェブ三点ゼロでやっても、無駄やい。うん。違うの、ね。ウェブ三点ゼロで、バランを叩き売りやっても。うん、いや、うまくいくと思うよ。いや、うまくいくだろうけどさ。うん、それでは、同じことの。 繰り返しななんんですよのかもうお金が稼げるとかそういうことはいいんですよ、この経営者として、えー、あの新しい成長をするということに今、興味があって個人的には、えー、それの挑戦をしてるわけでそういう中であがいている状況に、えー、岸田ダルダル高専ですよ <laughs> あれはきつかったな、やっぱり。もう でそれがその日本中日本人が望んでいるっていうのは怖いよね。うあ岸田トークンバンザイ岸田トークンバンザイこれはすごい。なんといなんと申しましょうかって感じだけどうー気持ち悪い。いやすごいなこれはすごい。まる味のまるのすごいやつですね。うん ちゅ <laughs>、まあ、うわけでねうん、今から1000億儲からないんですよ、ひとつき万冊だけだとね。いや、まあ、それはもうそうですね。ひとつき万冊ブランドで、ひとつき万冊という場において何かが起きないとね。プラス Web3。うーんだからその。とりあえずひとつき万冊を場に拾い開いていくっていうことが、これからの,この6ヶ月の課題ですよね。そうなんです うんそんな課題があるんですよ、実は。はい。あったのよ、知らんかったやろ、みんな。ええ、ちょっとからてるよ。永久に,続永久に続くと思った。<laughs> いやいや、ひとつき万冊は永遠に続きますみたいな。読売ジャイアンツじゃないんだからさ。<laughs> <laughs> YouTube がまず永遠じゃねえか。もう清水友好 AI でも作ってなんかもうね、勝手に配信しておらないと無理。ディープフェイクでやってね。 まあなんでうんこれから世の中が社会がどんどんダメになっていくんですよ。ええ、でどんどんダメになっていくんだけども貧富の格差は拡大するが、えー、大きな変革は生まれないわけですよ。でその中でうまく立ち回ってね「え俺勝ち組イエーイ!」とかっていうのはねもうええねん。な うん、それ危険な行為、うん、どちらかというとそういう中で手応えのある何かをしていきたいんですよ。うん、でその手ごでそれはやっぱり世の中がダメになっていったりあかんようになっていったとしても俺はこういう人を助けたとかこういういいことをしたんだとかこういう社会的インパクトが与えられたんだとかっていう手応えですよ。そういうのが大事なわけで個人の、ね、個人が儲かた「儲けってぜイエーイ!」とかね。どででも変ですよそんなのは、うん そういえば、なんか YouTube でさ、んなんかあの、ウルトラセブン、好教師ウルトラセブンっていうのが流れてなんですよ。ああですかそれ。で、そのウルトラセブンの,あの音楽を担当してた人、うん、えっと、冬木、うん、何やったっけえー、ちょっとすぐ分からんけど、ウルトラセブン。みのり、冬きみのりやったかも。冬通るじゃないのあ、冬木通るだ。さ、うんがね、実はまだ現役では活躍しておられて、<ー>自分で作曲して、自分で指揮してあったんです、うん。 えそのコンサートのオープニングにウルトラセブン出てきて、うん、すげえででそれでその指者に作曲者に入れ替わって「うん、セブン」ってやってましたけど「セブンセブンセブン」なんかあれ聞いたらやっぱね、うん、これはすごい手応えやっただろなっていう、うん、そういうあの,あの時代のあのー。うん 学力を感じましたねそれうん、うん、まさに来たはったんやーみたいな感じやけどだ実はなんか東方学園の作曲家の先生<ー>で,で,であの実はプロのクラシックの作曲クラシックっていうか、うん、作曲家なんやけどうん、うん、あのついでにいやそういうまあ、うん、多くはそうですよねそのテレビとかの映画の仕事したってん、うん、あとそれからあれですよ清水さんならば千秋に行こうするあの「ワンダバー」ーを書いた人なんですよ <laughs> いや、まあ ワンダバー。ワンダバーでしょワンダバー。ワンダバー作曲した人らしいですね。でもね、私ね、残念ながらね、ウルトラマンシーズちょっとストライクじゃないから。生まれる前で。生まれる前は、そらそうだよ。私の時ですけどね、生でワンダバーを見てましたけど。うん なんかこう手応えが必要なんだよね。そ,そういう手応えがね、ないですな。いや、最近、あの、実はですね、アニメ業界で、あ、うんはあ、失敗したなあ。あんまり受けへんかったなあっていうのがあるんですよ。はいはいはい。で、いや、いろんな。ウセウルトラマン。違う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 。それ特撮やからアニメじゃない。うん、違うか。はい。で、あの、アニメでね、あ,、うん、あの、いや、これは、 ヒットするやろうというふうにこう思ったんですけどあんまりヒットしなかったやつがあってですねほ<う>で私もちらっと見たんですけどあんま面白くなかったなって思う名前があってですね、うん、あのそれの映画アニメの映画のタイトルがすごいんですよバブルっていうんです <laughs> バブルあタイトルからして <laughs> いやこれ別にあの経済のバブル関係ないんですけど 何て言うか、私的にはこれちょっとね、ちょっと違ったんだ。<laughs> <laughs> バブルって。<laughs> なんか、もうくたっとした。あ、そう。うん。そういうこと多いね。多い。くたっとしたあ。世界に降り注いだアーファーによって重力が壊れた東京。うん、そう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 。バブル、ね。<laughs> バブル。バブルです。 なんつうか、あー、あのー、なんか、爪痕残したいじゃないですか。ガッと、手応えを感じる。っていう。うん、なんていうかね、それやっぱ、ウルトラマン超える作品作ったーとかさ、うん、ガンダム超えたぞ、これでとかさ、なんかそういうの。うん、言いますね。うんでそれがないと、うんやっぱり、 あのー、ちょっと生きてる実感も湧かないし嫌、うん、じゃない嫌じゃないのかなえっ嫌じゃないのかなどうなんや嫌でしょうこういうふうに思わんなんか要するに手応えのあることをしたいねっ 何か残したい、先人を超えたいっていうこの欲求、うん、うん。そこを感じたいんだよね。まあ、それは例えば大きいことじゃなくてもいいんですよ。別にもうかる人じゃない。まとつき万冊がここまで来たのは結構おお新しかったですよ。いや、新しかったよ。もう飽きてる。うん ううんですよ<ー>も<う>こっからこっからもやっぱ変化がないといけなくてそう飽きたというかここからの変化がなかったら駄目なんですよ、このまんまでこの成功体験にしがみついてるのはもう、うん、すぐ捨てたくなっちゃうから、ってだからこれ、だそれがね、その場として開かれるってことなんだと思うんだけど、うん、それ、みんなで投稿するというだけでは終わらないと思うんです。 この小さないいね運動が盛り上がって、こののみんそ見てる人たちの反応が何かになっていくっていう、うん、その相互作用がいりますよね。そういう空間として変わっていかないといけないと思うんだけど、それは YouTube の中に閉じたのじゃできないじゃないですか。できないね、うんで。そこにやっぱり Web3.0 がいるんやと。うん、いる。うん<ー>。で、それを考える時間がいる。そうね、うん。考えて、そして動く時間がいる。うん。今はない。

まあでも、まあ、変わっていかないとね。うん、うん。いや、なんでかっていうと、コロナがあって、ウクライナ危機が起きて、今までのままではだめだという共通認識が世の中に生まれたら、うん、ひとつき万冊は変わらなくても伸びていくんですよ。そうなんです。ですが手応えは感じた。だけど、そうもう,そうで、コロナは終わりました。自民党政権でいいじゃないかっていうところに、 今まで通りのやり方を続けていったとしても、いや、グッて行くこともできるし、そこそこ稼ぐこともできるし、でもそれでも十分いいのかもしれないけども、でも私はそれは満足したくないんですよ、やっぱり。世の中が変わっていくんじゃなくって、前に戻ろうとしているときに、今までと同じことをやったら、意味ないんですよ。うん、やっぱり手応えないから、それは。これを、こう、 変えていいきたいという強い思いがね,ね今あってそれのためにひとつきた歳も変わっていこうとしているわけですよ。うんうんまあ、ある種のそのなんていうのあのあのマックス・ウェーバーかなんかの概念でさ、うん、この教会とセクトってあるじゃないですか。で教会ってのはだからカソリックとかさプロテスタントの教会っていうのはあれそこにいる全員取り込んでやろうってうそういうタイプやん。 でセクトっていうのはそのそういう意識を持った人が入って、うん、世間から切り離して自分たちだけで生きていこうとするタイプのセクトと呼んでいてこのが今今日本今の,今の日本語でセクトって言えばさもう完全にオウム真理教みたいなやつそういうわけじゃないよねその概念としてはね、うん、それはそのセクセセクセクトールかなんか忘れたけど、うん、ラテン語でつながるとかいう意味なのとそういうつながりの場っていうのを、うん、なんていうのか例えばその ものすごい何かを流行らせて、うん、日本中に受け入れられてそれによって何かっていうのは完全にその教会型のアプローチじゃないです、うん、で多分それ聞かないと思うんですよ今は、うん、それはどうしてかっていうとその20世紀のシステムを守りたいっていうものすごく強い教会主義みたいなやつがあるんですよねだからねルシュのそのセクト化がいると思うんです、うん、でそれはその違うモードで生きようっていう、うん そのをするる人たちががつなり合ってるってていうそれは世間の流れとは確実されてるけれども、うん、でもそことは完全には切れていなくて、うん、でその中で発展していくっていうその道がいると思うんですよね。うん、そっちの方向に向かってやっぱ動き出さないといけないと思うんかにでそれはだから、まあ、あのあのキリスト教今ちょうどやって書いてるそのアーミッシュの方のためにキリスト教の勉強してたら、うん、いわゆるその。 ルター派とかさ、うん、いうのはあの完全にその当初はセプト的に始まってるんだけど<ー>途中からその国交を境界化するわけですよね、うん、国王とかと結びついて、うん、でそれで当初の理念とかはもう極めて曖昧になるわけです、うん、で別のカソリックみたいなやつができるんだよねそれに対してその当初のそのルターとかのメッセージね、うん、万日祭説とかさその聖書のみとかっていうそういう メッセージに強く反応した人たちが集まったのがその一つが再選であったでね。そうするとその人たちっていうのはこう虐殺されるんだけど。うん、でそのでも,そで,でもやっぱりその400年ぐらいの間にさ、うん、振り返ってみればやっぱり新しかったのはそっちなんです。例えばだからまあいわゆる非暴力主義とかっていうものの源流は多分そこにある、うん、現代私たちが非暴力てて認識しているものの源流は、うんうんうん 最先例派にあるんだよねおそらくうん、うん、あるいはその共産主義とかの源流もそこにあるんです、うん、ででそれからその戦争に反対とかさ、うん、戦争反対とかっていうことが今普通やん考えしてはだけど多分戦争反対っていう考えはですねその当時は異常な考えです、ね、なるほどうんそういうものが生み出されていくためにやっぱりどうしてもある種のセクトがいるんです で今多分そういう時期かなって気がします。いやーしちょっと元気出てきたぞ。そういうののためになりかかってるような気がするんだよね、うん、このひとつき万札っていうのは、うんうん。いやーそのために動いてるのであってそ、うん、<の>そうそうの世の中に対して何かをやりたいという思いが消えたわけではないんですよ。うん、そう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 。でその世の中全体はたぶんルターみたいになるっていう。うん 方向性に可能性は一時時期あったんです、うん、コロナ危機の時にねだからそうここはだからさそのその,そのアプローチはもうだから機能しないんだけどうん、うん、その時にでもそのそっちに向かって進んでいきたいっていう思いを持ってる人たちやっぱり確実に増えたわけだしうん、うん、そのメッセージを受け取った人がたくさんいるわけですよね。うん その、それのつながりを作り出していくっていうのが次の段階だと思いますね。うんまあ、今それはやっぱり Web3.0 なんだと思うんだよね。ーこの Web2 のね、YouTube の中でだった、ね。YouTube のプラットフォームでは無理やと思うね。うん、YouTube はやっぱりどう考えても、その、境界主義のシステムでしょ。うん。確かに。う,ーんうん。再生回数をできるだけ伸ばして、爆発させて、それではまあみんなのいやいや AI 様に広げていただいてっていう、うん、そういう。 けになってますもんね、うん、まあでもねあのー、いい時代なんです変な言い方ですけど、うん、だってこんなにもシステムが壊れそうになっている時にですよあのー、まあ実際壊れてみんなが知らんぷりしてるわけじゃないですか、うん、ってことは変化しようと思った人には幸いなんですよそうなんだよね、うん ただ無視されてるから辛いだけなんですよ。でもまあ完全,無視だ完全無視の状態はもう出しましたよね、うん。とつき万冊によってね。そうねそうね、うん、うんうん、だそれなりの影響力っていうのが、うん、だからその広がりっていうのがあるので、うん、次はこの広がりをどうやって次の段階に進めるかってことだと思うんですよね。うん、その広がりをもっと広げて、日本中を垂れっていうのは無理だった。うん、うん <laughs> まあ、そっちには、うんあのー、みんなが望んでない。<laughs> うんうんうん,うん、うん、そうなんよ、うんまあだけどね、この安富さんのさ、この東大教授が語る本あの世の中の真実とか、うんまあ、うちが出しているいろんな本とかっていうのは、どちらかというと、そういう活動のための参加費として、うん、応援団として、まあ、買ってほしいなっていう思いでね、<laughs> そうですね、やってなんですよ。はいはい、でなんかね 面白いコメントがあったのが、あの、清水さんが YouTube を諦めるなんてもうダメだもう一生懸命頑張ってくれないと意味ないじゃないかみたいなことを言われたんだけど、いやいや、ちゃんちゃん、<laughs> そういうあの立場を守って打ち死するみたいな、そういうのじゃないから。変化して、でそして世の中を変えていくことが大事で、私がもしね、<laughs> いやもう y o u t u b e 飽きたよ。違うよね。これだとみんなに対し、これだけだったらダメだよとかって言った時に、何言ってるんだ、一生懸命その場で踏みとどまって頑張れとかっていうのは、<前>違うねん。それ違うねそれは。分かって <laughs> 別にみんなを見捨てるわけではなくって、著者さんを見捨てるわけでゃなくて、もっとよくするためには別のことに時間を使わないとっていう思いがあるんですよ。ね。まあそんなわけでね、あの今日は、あ 内面を語ってみまましたえはい、はいえーまあ応援したいなというふうに思う人はですね、ぜひこれ買ってくれるといい話してるから、買ってほしいな、買ってほしいな。そうですね、うん。お願い、お願い、お願い。うん、まず、あ、そろそろ撮らないといけなねそう。そうなのよ。有料動画をね、そろそろ撮りますからね、追加で。撮ると何が起きるんだっけね。あー、値上げ虫が飛んでいる。値上げ虫が飛んでいる。値 <laughs> 上がりしますからね、お早めにお買い上げください。うん、ということで、いやー、これちょっとさ、もう。

あい,やいやもうだけど、うん関係ないから、別に俺の話、俺の一人動画関係なく、みんな買っていいもんだから、あれはいいものだ、じゃあね。あ、いいか赤ちゃんの声が入りましたね、じゃあね。<laughs>